減量宣言シーズン3の第9章ということですね。いよいよ減量シリーズもですね、佳境に入ってまいりました。前回の第8章からですね、今日で約3週間ですね。それで体重のですね、変化なんですけれども、だいたいですね、平均して1キロちょっとですね、また絞ることができました。前回との変化というのはですね、結構落ちなくなってきたもんですから、さらにですね、ちょっと食事関係ですね、変えてみました。基本的には白米の量でですね、カロリーをですね、コントロールしてるんですけど、前回までは仕事の日はですね、1日の摂取カロリー1800ですね、で休みの日が1600ということで調整してたんですけども、今はですね、仕事の日も休みの日もですね、1600弱ぐらいですね、そのぐらいでだいたい調整しておりますね。あとはね、もう有酸素運動をですね、やはり積極的にですね、取り入れている状況で、なるべくですね、朝と夕方ですね、1時間ぐらいですね、ウォーキングまたは階段登りですね、そんな感じで取り入れているような状況ですね。筋トレ関係はですね、若干のパワーダウン感じるんですけれども、全然去年よりもですね、パワー落ちてないようなんですね、そこそこ調整は去年よりは成功しているのかなというような状況でございます。それではですね、前回とのですね、体の変化等ですね、ポージング等で確認していきたいと思いますので、興味のある方はですね、見てやってください。お願いします。はい、いかがだったでしょうか。まあ若干ですけどね、血管の浮きがですね、前回よりもですね、いくらかですね、はっきりしたようなですね、自分なりにですね、そんなような実感はある感じですね。あとですね、ちょっと話ずれちゃうんですけれども、こちらの T シャツですね、これですね、結構皆さんにですね、コメントでいじっていただけてるんですけれども、こちらですね、レモン牛乳といってですね、栃木県の結構名物的な学校の給食なんかでですね、レモン牛乳っていうのは栃木県で出るんですけどね、そういったちょっと今後ですね、私の住むですね、栃木県をですね、ちょっと少しでもアピールできないかなと思ってですね、ちょっと YouTube 用に買ったものなんですけどもね、
そういった関係でですね、今後もですね、この T シャツを着てですね、なるべくですね、動画出演していきたいと思います。あとはですね、大事な本題なんでございますけれども、ベストボディの宇都宮大会あとですね、約2週間ということで、いよいよもう間近になってきましたが、もう一絞りですね、頑張って、減量していきたいと思います。またね、お酒ともしっかりと戦ってですね、飲まずにやっておりますんでね、皆様今後ともですね、頑張っていきますので、応援の方をしていただければ幸いでございます。それではですね、また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。